皆さんこんにちは、旅先ニュースです。2020年12月5日土曜日、スリランカ今週1週間のニュースを日本語でお伝えします。本日ニュースは次の4つです。未成年法人女性とスリランカ人男性に結婚の許可が下りる。コロナ感染者は2万6000人に。サイクロンがスリランカに。中学校卒業認定試験が再び延期。順番に詳細をお伝えします。未成年法人女性とスリランカ人男性に結婚の許可が下りる。先週のニュースでお伝えした通り、未成年法人女性とスリランカ人男性が駆け落ちし、スリランカに逃亡した出来事が今スリランカで話題になっています。その後、2人は両親の親の賛成によりスリランカで婚姻する許可を裁判所は下しました。コロナ感染者は2万6000人に。スリランカでのコロナ感染者、2020年12月5日9時現在では2万6290人に上っており、先週のニュースでお伝えした感染者から4000人増加しています。詳細の内訳としては、入院者が6723人、回復者が19438人、死亡者が129人です。サイクロンがスリランカに。先日サイクロンがスリランカに上陸しました。スリランカの東に位置するリンコマニから入って、西の方のマンナーランから出ていくかもしれないと予想されていましたが、北のジャフナから出ていきました。このサイクロンにより被害者は4万人にも上り、1人の死亡者が出ています。中学校卒業認定試験再び延期。通常12月に行われるスリランカ中学校卒業認定試験はコロナのため1月に延期されましたが、再び延期され3月に実施される予定です。本日のニュースは以上になります。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。